じゃあひとまずこの拠点を囲んじゃいますね。どこまでを敷地にするかだな。拠点の裏側とかは木とか段差が激しくて綺麗に囲んでいくのが難しそうだけど。意外と柵で囲むのって難しいからね。普通に見落として敵が入ってくる入り口を作っちゃったりするもんな。じゃあ私は霊夢が脇潰しをやっている間に拠点周りの脇潰しを見直しておこうかな。それは結構大事なことっすね、姉さん。急に呼び方が変わってすごく違和感を感じる。そういえば村人はどこの村から連れてくる予定なの？どこの村でもいい気がするけど。あそこにするか、少し前に攻略したビリジャーの基地の近くの村。ああ、いいかもしれない。距離もめちゃくちゃ遠いってほどじゃなさそうだしね。これ拠点の裏を囲むのちょっと難しいな。多くの木が結構生えていたからな。いっそのことすべて伐採しちゃう。この多くの木がいっぱい生えているのが逆に見た目を良くしていると、少し思っていたんだけどどうすか。でもすべて伐採すると寂しくはなりそうだよな。よかった。みんな環境破壊派なのかと思った。その言い方だと私が環境破壊派みたいじゃん。とんでもねえ派閥だなそれ。拠点裏がまだちょっと暗いので脇潰し隊お願いします。今松明を適当に置いていってるぜ。でも最近松明置いても普通に敵が湧いちゃう気がするんだよね。確かにネザーゲートの前とか松明置いているけど全然敵が湧いているよね。もしや松明無意味説あったりする。無意味ってことはないんじゃない。全く脇潰ししてなかったら、もっと無法地帯になりそうだし。よし、やっと拠点を柵で囲み終わりました。脇潰しも大体終わったと思うぞ。っていうかヨウムはずっと何をしていたの？私もちゃんと脇潰ししているよ。あ、サボっているわけではなかったんだね。サボりの日本代表にサボっていると思われてた。いつの間にか日本代表になってたの私。全く誇らしくない日本代表だけどな。それでは、村人誘拐編始まります。物騒な名前だなそりゃ。あれ、そもそも村人を呼ぶ理由ってなんだっけ？あれだね、エンダーパールを交易で手に入れるためだったかな。エンダーパールを交易してくれる村人がいるかだよな。何の職業の村人だっけ？牧師とかだったような気がする。村人のアップデートで見た目が個性化したから、どれがどの職業の村人かわからない時があるんだよな。っていうかそもそもの問題として村人はいるんですかね？そこまで襲われた形跡はないから大丈夫だと思うぞ。あ、大丈夫だよ。普通にたくさん村人いる。牧師じゃない村人しかいないっすねー。行商人、農民、そのあたりの村人ばっかりだな。最悪いなかったら拠点に連れて行った後村人増殖させればいいんじゃない？牧師が生まれる確率も低そうだけど。村人無限増殖器みたいのもあったような。倫理観を無視した機械だけどな。っていうかこの村普通にゴーレムとかもいるし。普通に村の規模でかいんだよな。村人連れて行ったらゴーレムに止められそう。あくまで楽しいところに連れて行きますよっていう体で行きます。さあまずは君を招待しようと思う。大丈夫だよ、怖くないよ。完全に子供を誘拐する口調で草。レールを敷いてからトロッコを設置するって感じかな。そうだね、それが一番村人をトロッコに乗せやすい方法じゃないかな。この村人たちは今何を思っているのだろう。きっとワクワクしていると思うよ。どんな楽しいところに行くんだろうって、恐怖でおじけづいているの間違いじゃないか。今何人くらい確保した？おそらく5人くらいは確保したかな。じゃあその村人たちを我々の拠点に連れて行きましょう。ああ、村人がそっちに行っちゃう。うお、なんかこっちに村人が来た。めっちゃ来るめっちゃ来る。なんでこっちにこんなに来るの？途中の傾斜に引っかかって村人が突っかえてた。傾斜とかは特に要注意だな。一気に村人が逆戻りしてしまうから。拠点に連れて行くのも一苦労だったりします。レールも限られた数しかないからな。私とヨウムで村人の輸送をサポートするから、マリサはレールを敷くことを任せちゃってもいい。了解だぜ。村人を押せばいいんだね。おっと、お前は行き過ぎだ。あんまり村人が遅すぎても良くないし、進みすぎてもダメなんだよね。微妙な調整が必要なゲームだね。とりあえずマリサに後ろから回収したレールを渡していくね。それまでは戦闘で村人が行き過ぎないように抑えてる。ここにいる村人が完全にブロックの中に埋まっている。ブロックの中に埋まっているってどういうこと？多分、バグかなんかだと思うけど、普通に土ブロックの中に下半身だけ埋まって進めてない。それ村人は大丈夫なのか？今普通にブロック壊したら押せるようになったから大丈夫そう。村人が一人犠牲になるかと思った。これ3人でやらなかったら大変だったね。普通に村人がやりたい放題してくる。そもそも村からさらっている時点で人のことをやりたい放題やってるとは言えないよな。素晴らしいところに招待するだけですよ。人聞きの悪いことは言わないでくださいよ。素晴らしいところ。
家と畑くらいしかないけどな。この人たちにはしばらく野宿してもらいましょう。扱いがひどすぎて笑うわ。普通にあたりも暗くなってきてヤバそうだぞ。本当だ、拠点はもう近い。体感的には全然まだのような気がするけど。これは誰か一人村人守り神になるしかないようだ。じゃあヨウムだな。私なの。私もヨウムはアイアンゴーレムのような才能があると昔から思ってたよ。それは褒められているのかけなされているのかわからない。でも幸運なことにあまり敵の気配がないですね。いつもだったら湯水のように敵が湧き出てくるんだけど、今日は私たちに運が味方しているのか全然敵の気配がないね。今のところは順調だな。時間はかなりかかっているけど確実に前進している。おっと。これは川があるということは橋を作らないといけないか。作れそうマリサ。幸いにも木材が何個かあるから橋を作りつつその上にレールを敷いていくぜ。この辺は敵モブが多くてちょっと厄介だな。倒した方が良さそうだね。そうだな、雲とか厄介だから倒してくれると助かるぜ。エンダーマンにがっつり喧嘩売っている人がいますけど。勢いで殴ってしまった。倒したけどエンダーパールは落とさず。エンダーマン倒しても確実にドロップするわけじゃないんだよね。そう考えるとドロップ増加のエンチャントをつけた剣とか欲しいよな。橋もできたからこれで渡ることができるぞ。この間に夜が明けてきましたね。敵を倒したり段差合わせたりで時間かかったからな。ここ傾斜がすごいから村人を押さないと進まない。いやここ村人輸送の一番の山場じゃない。この後は割と平坦な地形だったからそうかもな。これ村人が進んだら後ろのレールはすぐ取り除いた方が良さそうだね。後ろにレール残っていると一気に戻っちゃうからな。村人輸送二日目にして拠点が見えてきたな。いやー、思ったより長かった。村人をトロッコで運ぶってなると拠点までの距離が何倍にもなった気がする。でもまだ終わっていないけどな。こっからラストスパートじゃい。っていうかちょこちょこ猫がいると思うんだけど。誰か猫を懐かせたの。あ、さっきの村にいたから魚あげたら懐いた。ちゃっかり猫を仲間にしてやがる。いいなー、私もこっそり魚持ってくればよかった。なんでお前らこっそりやりたがるんだよ。堂々とやれよそういうことは。いや、サプライズっす。そこでサプライズ感出さなくていいからな。やっと拠点だ。これはどこから村人を入れるか。あ、どうしようかな。普通に柵を一箇所だけ壊してそこから村人を入れればいいか。そうだね、それでいいと思うよ。最後の最後まで言うことを聞いてくれない村人がいる。その村人の最後の抵抗なんじゃないの。だが残念だったな。もうお前は我々の世界から帰れない。いつの間にかヤバい組織みたいになっているぞ。入り口が少し突っかえちゃっているね。なんとか押し込め。拒否られても押し込め。入り口のレールを一つ壊しておけば大きくは動けないんじゃない。なるほどね、じゃあ今壊しておこうか。そうすればそこで村人が一時停止してくれるから中に入れやすくなると思う。よし、これでもう一回柵を閉じれば完璧では。おお、5人の村人が我が拠点に来てくれた。苦労した甲斐があったねこれは。じゃあ早速トロッコを壊してこの村人たちを解放するか。いいと思うよ、拠点は柵で囲んだし脇潰しもちゃんとしたし。あ、待ってくれ、ここの深い穴普通に危なくね。え、本当だ、何このでかい穴。ここに村人落ちたら危ないな、一回閉じておこうぜ。解放する前に気づけてよかったね。それじゃあ今度こそ拠点の安全を確保できたと思うので村人を解放します。ようこそ我が拠点へ。さあお前らは明日からここで労働してもらう。強制労働施設だ。開示かなんかと勘違いしているやついるな。ところで村人が増殖する方法って何なの。以前のバージョンだとドアの数とか作物をあげるとかが重要だったよね。今は確かベッドの数とかじゃなかったか。ああ、そういえば村人って寝るもんね。じゃあ適当にベッドを着まくれば増えるのかな。どうだろうな、試してみる価値はあるとは思うが。あ、待って、ベッドたくさん作るにしても羊毛って倉庫にあった。いや、羊毛集めは序盤のベッド作りでしか集めてないから多分ほとんどなかったと思うぞ。じゃあ羊探さないといけないじゃん。なんだよ。じゃあ手綱使って羊連れてくるか。パンダはいるのに羊や牛は全くいないという謎。なんか順序がいろいろとおかしいっすね。じゃあこの辺に作っておきますか。拠点もこうやって見ると賑やかになってきたね。ちょこちょこいろんな動物拾ってきてるからね。狼とか猫とかパンダとかマリサとか。うん、私がいたような気がしたぞ。え、マリサってペット枠じゃなかったの。衝撃的な勘違いをされていた件。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、ツイッター、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常。ツイッターでは動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。
それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。